はい、よいこのみんな、ラスティオさんだよ。ラスティオさんと一緒に英語のリスニングを学んでみよう。英語はリンキングや音声変化するから聞き取りづらいよね。まずは英語の発音を聞いてもらうから、なんて言ってるか考えてみてね。その後に発音とリスニングのポイントを説明するね。まずはこれからだよ。この英語聞き取れるかな？ I haven't got any brother. I haven't got any brother. I haven't got any brother. どうだい？聞き取れたかい？これは I haven't got any brother って言ってるんだよ。言われてみるとそんな気もするよね。このポイントは haven't got any のところだよ。ハブントの最後の T の音はほとんど発音されていないでちょっと詰まった感じ。そしてガットエニーのところが連結していてガダニーみたいに聞こえるよね。これらをつなげるとハブンガダニーみたいに聞こえるんじゃないかな。これがリンキングや音声変化ってやつだよ。ハブントガットは持っていないって意味でドントハブと同じ意味。これは現在完了形じゃないからね。学校じゃ教えてくれないけどネイティブの会話で頻繁に出てくるよ。ハブイコールハブガットって覚えとこう。じゃあ分かったところでもう一回聞いてみよう。今度はちゃんと聞き取るようになってるかな。 I haven't got any brother. I haven't got any brother. I haven't got any brother. どうだい、聞き取り慣れてきたかい。じゃあ次の文章言ってみるよ。この英語聞き取れるかな。 Are you gonna make her? Are you gonna make her?Are you gonna make her? どうだい、聞き取れたかい。これは Are you going to make her? って言ってるんだよ。このポイントは Going to make her のところ。ネイティブは Going to を Gonna って発音するみたいだよ。そして Make her her の H の音が脱落して Make her みたいに聞こえるよね。これらをつなげると Gonna make her みたいにかなり短い一つの単語みたいになってる。これは分からないと聞き取りづらいよね。じゃあ分かったところでもう一回聞いてみよう。聞き取れるようになってるかな。 Are you gonna make her? Are you gonna make her? Are you gonna make her? じゃあ今日の復習だよ。一緒に発音してみよう。自分で発音ができるようになると聞き取りもできるようになるよ。それでは言ってみよう。それぞれ3回ずつだよ。 I haven't got any brother.I haven't got any brother. I haven't got any brother. Are you gonna make her? Are you gonna make her? Are you gonna make her? Okay, 今回はここまで。もっと詳しい英語を学びたいなら関連動画を参考にするといいよ。概要欄にもおすすめのリンクを貼っとくから見てみてね。チャンネル登録をすると新しい動画が公開した時に見つけやすくなるからチャンネル登録してみてね。あとグッドボタンもね。ではまた。 See you next time.